つるっとしたゼリーのような喉越しは、作家、池波翔太郎にも愛された。その台湾スイーツ、原料となる植物、マナ卵、マゴ、行地の学名、つけたのが、植物学者の牧野富太郎、1862から1957年、だ。台湾は、屋台などで、マナ玉や、マナ玉、と、ゼリー、マナ玉氷と書かれて売られている。 マキノをモデルにした NHK 朝ドラランマンで、この命名のエピソードが映され、マナタマゴの知名度がぐんと上がった。愛、子は、クワカで、イチジクの仲間。身を開いて、犬いさせ、中に詰まった小さな種。正確には、これが、だそうだが、これを、水の中で布袋に入れても、と、ゼリー状に固まる。味はほぼないので、シロップなどで味付けする。 昔から親しまれている。だ